はい、昨日に引き続き、正しい高音を一番効率よく覚えるにはどうするかって話なんですけれども、まずこの例を昨日はっていう必要な声帯振動の起こさせたまま上に登っていきましょうみたいな話をしたんですけれども、だいたいどういう風になっちゃってるかっていうと、まずよくあるパターン、自分でやってきた人とか、なんとなく歌習ってきた人とか、なんとなくなっちゃってる人って、息流してください、はいはい、喉楽に開けて、あくびの方向でやるとどうなるかっていうと、ってめっちゃほら今もう超歌いづらかそうでしたよね。よくここ聞いてください。って音になんないんですよ。このまま歌ったら絶対高い音じゃなくないですか。ギューンって高い音がさ、気持ちよく入るようにできないですよね。だって必要な声帯の振動じゃなくて、かなりモレモレの状態で登らせようとしてるから、もうあとは力ずくで、はぁーってなるしかないんですよね。じゃあどうするかっていうと、音と音の間の時に絶対にみんな息漏れてるからさ、だってリップロールやってくださいって言っても、って滑らかにできる人あんまりいないですもん。これになってる。って。これさ、一個ずつ入ってるでしょ。だから息続かないとか、高い音が滑らかに出ないとかっていう問題が起きるわけですよ。だってすごい変わりそうじゃないですか。声帯が振動してるところに息が、ボハッ、ボハッ、ボハッって来たら。だから、止めていかなきゃいけないんですね。止めるっていうか、一定の息が流れるようにしていきたいじゃないですか。なので、音と音の間の時に息を吐くんじゃなくて、うに点々で音と音の間。ここを繋げてね。で最初からさ、みんな動画とか見てこう長いスケールでやろうとしても難しいわけですよね。当然、まあできる人もいるけれど、だったら最初からさ、よしこれできたね、ちゃんと繋がってるねっていうのが分かったら、ここまでいいよね。で次から E4 って音でさ、ミの音で、だから地声のまあギリかなみたいな音になってくるんですよ。ここも同じ発音、同じ音量でいけるかってこと。OK。でこの時にまあ喉は閉めないでね、やるといいです。に点々をつなげていくだけって考えると、喉は柔らかいまま必要な声帯の状態を高い音でもできるよってことです。これと喉開けてください、息流してください、腹式呼吸、ほら今絶対出ないもん、これ出なくなるわけです、こうやって習うと。だから気をつけてくださいねって話でした。でができたら、高い音でも全然困らずにできるようになりますので、やってみてください。うん、点々。